お願いします。ではまずビフォーの状態について、はい、カットだ長さだったり色だったりどうだったかっていうのを教えてください。はい、ビフォーは鎖骨下の、ボブベースの、ストレートスタイルで、前髪ももともとあったんですけど、前髪は、ちょっと幅狭めで、あの今っぽい薄めな感じでした。で色味は、明るめの10トンぐらいのブラウンでした。はい、では本日のカットについて流れを教えてください。はいはい、モデルさん髪質とてもいいモデルさんだったんですけど、細くて多い感じの髪質だったんですね。で結構重めなストレートスタイルだったので、ちょっと動きを出すためにレーザーで間引きながら、切っていって、だいたいそうですね、肩下3センチぐらいの、ボブベース、やや前上がりに切って、顔周り少しレイヤーでつないでっていう感じでカットしてきました。軽くするのがちょっとだけポイントで、なんか最近重めでストレートでウェットっぽいのが流行ってるんですけど、ちょっと春っぽく軽さを出したかったので、少し、スライドカット入れたりとかもしました。はい、じゃあ今回の一番のこだわりポイントっていうのはその軽さ。軽さですね。であと前髪をやっぱり結構狭く作るである方も最近多いんですけど、薄くても少し気持ち広げて、ややワイドに内側はして、で顔周りに落ちるバランスを、顔周りに落ちるところをちょっとデザインする感じで作りました。はい、スタイリングの方法についてお願いします。はい、スタイリングは、張りがある張りが出る、前処理剤ちょっとだけつけて、ツヤ感と、ナチュラルさが出るようにブロースタイルです。基本はブローで作りました。はい、このスタイルはどんな方におすすめしたいですか？そうですね、ストレート の, あのウェットな感じも、まあ、簡単ではあるんですけど、それによって例えば髪の色が暗かったりすると重たく見えたりするので、ちょっとレイヤー入れてあげた方が髪の色が暗い方も、明るく見えるし、で逆にちょっとなんか丸みがあるので、柔らかさを出したい方とか、第一印象を良くしたい方とかはとてもいいんじゃないでしょうか。はい、わかりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。